はい、皆さんこんにちは、レイです。前回の放送どうでした？はい、あの突如やり出すっていうやつ、あのまああまりにちょっと過激な内容はですね、今後ちょっとゲリラ的にね、やっていこうかなと思ってるわけですよ。突如やり始めて、それでまあ 2,3 時間経ったらもう削除するっていう、そういうので、まあまあ見逃しが嫌な方はですね、まあまあチャンネル登録の方をしていただければ、そこから通知が来ますんで、まあまあそれでまあお見逃しないようにまあ楽しんでもらえればいいかなということなんです。で、今日はまあまあ何をするかなんですけど、東京ね、マッチング試験で行って、まあこれ名前言っちゃったもいい、もういいんで言っちゃいますけど、まあ、赤羽歯科っていうのがあるんですよ、東京に。でそこをちょっとまあ受験僕したんですけど、マッチングでね。まあどういう歯科さんかって言ったら、まあ一般歯科さんなんです。でもすごい老舗で、まあ歴史すごい長い、70年ぐらいあるって言ってたかな、それぐらいで、まあ結構規模も大きいんですよ。分院もたくさんあるし、そうで、そういうところでまあまあ研修医で、勉強させてもらえるんで、まあまあ受けたんですよ。その時に話をねちょっと今日しようかなと思ってるんですけど、僕なんかさ、な言うたらもうそれはあの岡山大学にもう見下り班を突きつけてですね、もうあれ言うたらもう東京へ出ていくわけですよね、体一つでまああれですよ、脱藩老子みたいなね感じで出て行って、でもう何の後ろ盾でもないし、それでまあ自分の力でもあの研修先とかを掴み取らないといけないっていうのがあって、だからさ、学閥とかコネとかを重視するそのまあ歯科さんとかやったらちょっと無理きついんですよ。でもまあまあ赤羽さんはまあフラットな対応するっていうことでまあまあ受けたんですけど、6月ねに見学に行ったんですよ。まあまあ見学させてもらった時にそのまあジムの方にちょっと説明を受けたんですけど、毎年まあ12人の枠があるんですね。でもまあまあ大体その結構まあ埋まりませんと、まあまあ余裕を持って、なのでまあ出願していただければまあ大体まあご希望にそういうような形になると思いますみたいな感じで言われたんで、あそうなんやと思って、意外に少ないんやなと思って、あ結構みんな行かへんのかなと思って、あそうなんやと思って、あじゃあもう僕滑り止め感覚でさ行ったら、まあまあ僕はさもうね脱藩してますから戻ることできないんでそう、まあまあまあスペルドミみたいな感じで受けれるかなと思って受けたんですけど、実際受けたら、まあ出願しますよね。出願してそれでまあ向こうから電話が来て、その日時時間とそのまあまあそういう話をちょっとまあしてもらうんですけど、なら岡本先生何時ですとね、何時にまあ来てくださいみたいな感じで、今回ですね予想外に多い応募をいただいておりまして、一人一人 の、 その面接時間が5分だけしか取れないんですけれども、よろしくお願いしますみたいな感じで言われて、え5分、そえ毎回その定員割れみたいな感じで言ってんのに、あそんなに今年は多いんやみたいな、やばいなと思って、でまあまあまあでもまあ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 多分僕は思うに、赤羽歯科はあれテストがないんですね。だから言うたらもうその面接のみなんですよ。なんでまあ人気があったのかなとかまあいろいろ思いながら、まあでもまあまあしゃあないよ、そのあのまあまあ行くしかないから行ったんですけど、はい、でね、当日そのまあ面接会場行ったら、まあちょっとその自分の面接時間より早めに行ったんですけど、行ったら面接のそのまあまあ会場と言われてる部屋があって、あの控え室みたいなねあって、でそこ通されたんです。なら、まあ、僕以外にそのまあ3人ぐらいおったのかな、で3人ぐらいいてはってまあ話ちょっとまあするじゃないですか。すごい応募多いらしいですよみたいな話をしてて、ああらしいっすねみたいな感じで言ったら、50人来てるらしいですよみたいな感じで言われて、え 50?12人の応募に対して50、きついなと思って、うわきついよこれはと思って、あーちょっとこれしんどいなって思いながら、そうなんやそうなんですねみたいな話をしてて、で僕何にも余裕知らんからさ、何の余裕もしてせずに行ってるから、なんかその面接のスタイルはそのもともとその僕らはさ、その応募するときにさ、履歴書にそのまあまあ志望理由を含めて送ってるんですよ。だからその面接官はそれを見て、質問をしてくる
ね、それに応えるっていうようなメンスのスタイルらしいんですよ。そこで初めて知るんですね、僕。何も用意してない。あ、そうなんやみたいな。まあ用意はしないんですよ、僕いつも。まあ出たとこ勝負行ってるんで。だってさ、用意していったらなんかちょっと嘘くさく聞こえるじゃないですか。だって面接官も何も見てきてるからさ、あ、こいつまたそれ用意してきたやつ喋ってんなーって思われたら嫌じゃないですか。だからそこでやっぱりこう向こうの発言に対してこっちがいかに、繰り返すかっていうのがやっぱりあの醍醐味やと僕は思ってるんで、基本的には用意せずに行って、その直前にそのあ、そういうスタイルなんやみたいなことを知って、でも5分間しかないっていうね、その面接時間が。だから多分おそらく質問スタイルで来るんやったら2つぐらいの質問しか多分できないだろうなって僕は思ってたんですよ。ああそうかみたいな。まあ、自分でこう発信して言うんやったらさ、 YouTuber がどうこうとかさ、あのボケることができるけど、質問に答えるタイプでまあボケるの難しいなとか思って、でもまあなんか面白いと言いたいじゃないですか。で一つ目のね、こう言われた質問に対していきなりのっけからボケるのも結構リスク高いじゃないですかね。だからまあまあちょっと場がこう和んだ、そう、2つ目の質問ぐらいからボケていこうかなみたいな感じの、まあまあそういう構想はね練ってて、それでまあでもまあ50人やしなっていうプレッシャーもあるから、まあまあまあでもまあ行こうと。でまあまあ、 あの僕の番になって、まあまあね、なんていうのかな、もう緊張しないんですけど、あのね、その待ってるその他の人たち の、 その緊張が伝わってきてなんか嫌やったな。でまあまあまあ、でもまあまあ自分面接室に入ったら、まあ、自分だけなんでそんなに緊張しなかったですけど、じゃあ岡本さんどうぞって言われたんで、まあはい、コンコンして、お失礼しますと、あ、岡山大学、私学部6年、岡本玲と申しますと、よろしくお願いしますみたいな感じで、まあ喋って、あ、じゃあどうぞみたいな感じで入ったら3人いてて、ね、先生がまあ多分ね、その幹部の先生なんですよ。真ん中が多分理事長で、そのサイドは多分幹部クラスの先生が座ってるんですよ。でね、まあ結果的にはまあまあ一笑い二笑いぐらい取れたかな。まあそれぐらいで、まあでもまあまあ声も出てたかな、声の張りもねなかなかいい感じで、まあ芸人ってちっちゃい声ちっちゃいとかダメじゃない絶対、まあ、声をね張りもね、あのその教室にね響き渡っとったから、ね、僕ら声まあ結構声出るなっていうのは分かったし、あ、ちょっと今日調子いいな俺、喉の調子いいなって思いながら、うん、まあ詳しくまあまあ入って、でまあまあ向こうが一発目にしてきた質問は、と、あ、なぜ、赤羽歯科を希望されましたかみたいな感じで言われたから、じゃパッとね面白いこと浮かんだんですけど、あ、さっき、ぐるなみで調べて近くに良さそうな道路があったんで来ましたみたいな、それ言おうかどうしようかって迷ったんですよ、一瞬パッてね。あ、ここでボケたらちょっと、でも向こうはどんなやつかわからんし寝踏みしとんですよ今、だからこっちじっと見てて、で、あ、ここでそんなボケ言ったらどやらようになるかもしれんなと思ったから、僕やめて普通に答えたんですよ、そこはね、まあまあ東京で働きたってみたいな。なら先生、あの第2の質問来て、先生はそのまあ東京で働きたいっていうふうにおっしゃってますけど、何かそれ理由あるんですかみたいなの言われたから、まあ東京っていうのはその首都であり、日本の首都であり、経済金融、の中心地、であって、東京にはまあ情報やそれから何、人材も集まってくるし、それからなんていうの、チャンス、ビジネスチャンスもあるだろうし、そういうところでやっぱり仕事するなら、あ、東京はいいなと思ってましたみたいな感じで話したら、まあいつも僕東京来て思うんですけど、岡山みたいな田舎にはないようなその綺麗な店とか美味しそうなレストランがあったり、ね、いい車に乗ってる人がいたり、綺麗な、ね、人がいたり、ね、かっこいい服着てる人がいたりするわけじゃないですかみたいな。で、まあ、そういう人たちの姿を見て、あの、おっしゃと、もう俺も仕事めっちゃ頑張ってあんな感じになりたいなっていうモチベーションになるなって、ね、田舎におってもそんなないんでね、のほほんと毎日過ごしていくだけなんで、もうこっちには刺激があるし、ね、モチベーション上げてくれるものがあるんで、そういう意味でもまあ東京はやっぱり今日来て思ったんですけど、やっぱり素晴らしいなと思いますみたいな感じで、あ、そうですかって言って、
まあここまで普通じゃないですか。次どんな質問来るのかなと思って待ってたら、岡本先生は一回大学を卒業されて就職されて、それでまた再受験という形で歯医者を目指して、まあ今ここにおられるわけですけども、歯医者なんで、そのどういった経緯でその歯医者を目指されたのか、その話をちょっとお願いしますみたいな言われたから、ああまたこう聞こえきたとね。まあまあまあ、ここでも話してるね、ここでも話してるあの話ですよ。まあ、だからそこの話するのはまあまあいいんですけど、まあ喋りながらね、そういうのはいいんですけど、ちょっとボケたいなと思ったり、パッと思いついたんだ。あ、なるほど、わかりました。まあ僕がその話をするには、僕が今まで生きてきた反省を語る形になるので、多分今日、日が暮れてしまいますって言って言ったんで、それでもよろしいですかって言うたらちょっとクスッと笑いあって先生クスッと、あちょっとあの短めに、そのまあまあ後ろの方もおられるんでね、短めにしていただけますかみたいな感じで言ったから、あ、わかりましたね、じゃあ短めに話させていただきます、10秒でって言って言うた、短っていう短っで言うので、また笑ってはったわ。よしよしと、あーこれ受けた、オッケーオッケーと思って、まあまああの話をしたんでね、ここで話してる通りの話をもうまあするだけなんですよ。でまあまあ終わったから、ふんふんって聞いてはったわ。でまあまあ多分終わったんだろうと、これでも多分5分経ったやろなって思ってたから、じゃあまだ質問を先生はしてきたから、じゃあ岡本先生もう時間がもう来てるんですけど、最後の質問にさせていただきますみたいな。先生は今後その未来のビジョン、自分のその将来設計というか、そういうのに対してどういうような、ビジョンを抱いてますかみたいな感じで言われたから、まあこれはねいつも考えてこなんですよ。でちょっとまあなんていうのかな、ちょっと熱くなっちゃった、熱くなってちょっと飾りすぎて、ちょっとまあまあその熱くなったのがいいのか悪いのか分かんないけど、まあ、何言ったかって言ったら、まあまあそのビジョンとしては、とりあえずまあ自分は歯科医師として技術を磨いて、その一発のそのね、患者さんをハッピーにできるような歯科医師になれたりですと、まあそれはまず第一条件で、その次は経営にも興味があるんで、経営者として歯科医院を経営していきたいですね。だから規模が大きくなればハッピーにできるその患者さんの数も増えるとね。だから僕はその人にもらう給料っていうのは、その人に与えた、社会に与えたその幸せの対価をいただくと思ってるので、より多くの人をそのハッピーにできたら、それだけの対価をもらえる。だからそのお金をですね、まあ自分のものにするのではなくて、それを何かのその寄付なり、まあちょっとここでも話しましたけど、あの寄付なりに使いたいと。でまあまあその自分がやっぱりその何に寄付するかって考えた時に、やっぱり自分はその歯科医師、なので、やっぱりその歯科医療にの未来に、貢献できるような寄付をしたいな。今はその補鉄するってなってもですね、補鉄物はやっぱり人工物じゃないですか。いかに、まあまあその生態に親和性があるとしても、まあ人工物入れないといけない。まあ、でも再生医療とかをこうがこうもっと発達すれば、その自分の歯をこうね生やすことができる、そういうふうになればすごい幸せじゃないですか。患者さんもインプラントなど入れずにねできたら素晴らしい。だからそれに対しても再生医療に対して僕はもうちょっと寄付をしたいなっていうふうにはちょっと思ってるんですけどみたいな話をして、ちょっと熱くなっちゃったそうで、あははみたいな感じで、って聞いてはったわ、で、ありがとうございましたってまあまあ帰ったんですけど、それで終わりやったんですけど、まあ赤羽さんは学罰とかコネはないと僕は聞いてるんで、まあ僕がもし受かったらね、赤羽さんにかなり厳しい戦いだと思うんですけど、まあでもまあ僕はもう面接はもう大好物なんで、まあ、面接で負ける気はしないんで、そのまあ受かったとしたら本当に公平な審査で多分見てはるんだろうなっていうのは分かる。そうなんよ。でもねちょっとねその日ね家っていうか、まあ、ホテル戻ってちょっとねふとね思ったのは、ひょっとして落ちたかもなって。これ50人おってで10人でしょ、これやばいなと思って、ひょっとしてこれ落ちたりはして、なんかガタガタっといったら、ひょっとしてえ？お課題？みたいな
いやまあまあまあ、ないないない、死んでもいいよ、絶対いいやと思って絶対いいやと思って、でまあまあ絶対いけるぞっていうふうに、まあ、鼓舞してね、行ったんですけど、まあ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 、結果は10月なんですよね、マッチング試験の結果発表は10月なんで、まあどうなるか、まあまあ受かってたらまあいいし、ね、まあ他も受けてるんでね、僕ね、ちょっと笑いに偏った面接をした ところもありますけどでもまあ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 いけてるんじゃないですか、うん、全体的にね、うん、と思いますので、まあまあ、そういうことで赤羽さんの面接、終了ということでした。はい、今回はそういうことでした。はい、またね、ちょっとね、過激な内容、あれ面白いんですよね。過激なやつ、過激なやつやりたいな。近々やりたいな。うん。ということで、まあまあ皆さん、また会いましょう。はい、では失礼します。はい。